では、定刻になりましたので、第12回目の計算科技特論 B を始めていきたいと思います。本日と来週、2週にわたって、NVIDIA の成瀬さんに GPU に関する講義を、えー、お願いしております。本日は、クーデア o p ー n a c c による GPU コンピューティングに対して講義をいただきます。では、成瀬さん、よろしくお願いします。はい、ご紹介いただきありがとうございます。えー、っと、NVIDIA の成瀬と申します。よろしくお願いします。え 今週と来週と2回ですね、お話をさせていただきます。で、今週は主に GPU コンピューティングで、まあ、クーダとか OpenACC でどうやって GPU 向けのプログラムでしたり、えー、まあ、アプリケーションを書くのかという話をしたいと思います。で、ディープラーニングとか AI の話は、えー、来週話をしようと思いますので、えー、まあ、その話は今日はしません。はい、ですね。 まあ、ク c ク d a や OpenACC に GPU コンピューティングですけれども、よょっとで。内容的には、えー、こんな感じになってまして、で最初に、えー、GPU コンピューティングに関する全般的な話をちょっとだけさせていただいて、でその次にじゃあ OpenACC で c u d GPU 向けのコードってどうなのに書けるのという話をした後に、 えー、CUDA の、まあ、プログラミングに関わらず、それが GPU のハードウェアと、えー、どういうふうに,、えー、につながっているのかという話をさせていただいた後に、まあ、最後にちょっとだけ、えー、最新の GPU の、えー、紹介をして、今日は終わろうかなと思います。はい、早速、えー、GPU コンピューティングですね。でまあ もうご存知の方も多いと思うんですけれども、えーまあ、GPU コンピューティングでそもそもなんぞやという話なんですけれども、す、あ、べ、のー、てを GPU で、えー、計算しましょう、やってしまいましょうというのが GPU コンピューティングではありません。えー、そうではないです。でそうではなくて、GPU にはいいところもありますけれども、悪いところがあります。反対に、えー、CPU にも、まあ、弱いところもあれば強いところもあります。 まあ、CPU が良いところというのは、そのシー要するにその短い応答時間でいろんな処理ができることです。でそれに対して、まあ、GPU のメリットは、その応答時間は長いんですけれども、まあ、スループット、バンド幅、そういったものが非常に優れている。まあ、ですので、その両者のいいところですね、その長所をそれぞれまあ使いましょうと。それが基本的には GPU コンピューティングというものになります。で,ですので、 えー、例えばアプリケーションがあったとしますでアプリケーションその科学基地計算なんかですと特にその o l o o p でその重い計算が回るんですけれども、まあ、そうじゃなくて d o、まあ、ループで回ってるところは並列性があって、えー、複数の計算ユニットに計算をばらまいたりできるんですけれどもでもそうではなくてそのドゥーループの前ですとか後にはその並列性がないような処理もあります。 ですので、の基本的にはそういった並列性のないところはまあ今まで通おり CPU で実行をして、並列性があって、たくさんのループをイタレーションを回さなくてはいけなくて、計算が重い部分ですね、実行時間的には全体のかなりの時間を占めている部分、そういったところを GPU にオフロードして、両者のまあいいところ、効率よく使って、 で計算を早くしましょう、アプリケーションを高速化しましょうというものが GPU コンピューティングになりますよという話です。で、まあ、これ必ずしも最初に説明する必要はないんですけれども、ざ、ま、っ、あ、とザ GPU の中身がどうなっているかというと、まあ、最近は CPU の方もあのコア数が増えてきて、 CPU もそもそもあの逐次だけではなくて、並列実行しないと CPU 使い切れないよねという話はあるんですけれども、GPU はそれを輪にかけた、それよりもさらに1桁か2桁ぐらい並列性が必要で,で、なんでそんなことになっているかといいますと、GPU の構造をこれがざっと示したものですで。左側のの下に示しているのが A100 と呼ばれて読んでいる現行世代のフラッグシップ GPU のダイアグラムになります。で、この、えー、緑の線で囲ってある一つが、われわれがストリームマルチプロセッサーと呼んでいるもので、まあ、それが A100GPU の場合だと108個入ってます。で、大雑把にこのストリームマルチプロセッサーは、そのマルチコア CPU のコアだと思ってもらってもいいです。 厳密には違うんでですすけれどもも、まあ、コアみたいなもんですでこのコアの中を見ますと、この中には、まあ、この中にもちょっと階層構造があるんですけれども、我々が CUDA ーーコアと呼んでいる演算ユニットが大雑把ににいてス、ストリームマルチプロセッサーの中には64個入っていると思ってください。でそうすると、そのチップ全体では 108×64 で、 6, まあ、この数字自体にはそんなに意味はないんですけれども、まあ、でも数千から1万ぐらいのクーダコアと呼ばれている演算ユニットがあると。ですので、まあ、いかにこの演算ユニットを効率よく使うかというのが GPU で効率よく、GPU でアプリケーションを高速に実行するというときの鍵になります。はい、GPU コンピューティングですけど、もう歴史は結構長くて、15年にはならないんですけれども、まあ、2008年を仮に起点とすると14年目ぐらいですか、まあ、10年は超えています。で、最初は GPU のアプリケーション少なかったんですけれども、まあ、いろんな分野で徐々に増えてきています。バイオインフォーム系ですか、まあ、中にじゃないですね、まあ、かなり増えています。で、計算科学系ですとか、CFD なんかでもそうですし、まあ、 えっとまあ、業界別でいうと、まあ、防衛産業ですとか、まあ、データサイエンスはそうですね、今、非常に異なってますし、数値改正ですとか、まあ、ちょっと皆さん、どの分野に関係があるか分かりませんけれども、まあ、いろんな分野で GPU 向けのアプリケーションがもうすでに動いていて。 でまあ、数百と言ってますが、まあ、もしかしたらもう1000、るぐらいのアプリケーションがすでに最初から GP に対応済みで使えるような状況に今はなっています。で、まあ、科学技術計算の方に特に注目してみてみると、まあ、例えばその物性分野でよく使われる、VASP ですとか、ガウシアンですとか、あとはそうですね、分子同力学系のいろいろな えー、アンバーですとか、ナムディですとか、グローマックスとかありますけれども、あ、それ書いてあるない、書いてますねで。そういったものも、えー、もうすでに GPU バージョンが、えー、存在するので、もし皆さんのお使いの,その、まあ、システムが、まあ、スパコンシステムに GPU があれば、基本的にはこれを入れれば、えー、使えるという状況に、えー、なってきています。で えっとそのこういった GPU 向けのアプリケーションの開発なんですけれども、えーっとえー、どうやってそのでは既存のアプリケーションを GPU 向けに対応させるか、GPU を使えるようにするかというのは、えー、何種類かの方法があります。で、一番簡単なのが、その皆さんのお使いのアプリケーションがすでにライプラリーで提供している機能で、おおむね、技術できるような場合ですね。 でそういった場合には、まあ、我々あのいろいろライブラリ出してますので、基本的にはその GPU 対応のライブラリーを使えるように、コードを切り替えることであ、コードを若干修正することでもうそれだけで GPU を使えることができます。でこれが最も簡単に GPU を使う方法だと思います。で反対に、えー、っと、まあ、 大体いい多くの場合は、皆さんがやっている計算というのは、ライブラリーでそんな簡単に置き換えられるものではないので、な何らかの形でコードを GPU 向けにポーティングする必要があります。今は、おそらくこれは最初の選択肢ではないんですけれども、その時きにまあ使えるのが空だと呼んでいる、我々が呼んでいるプラットフォームだったり、プログラミング環境で。 これを使っていただくと、最も高い自由度で、最も GPU を使いこなすことができる形で、ソースコードを GPU 向けに記述することができます。でその中間的な存在ですね。でその中間的な存在として、その OpenACC といった方法がありますで。これは既存のコードは基本的にはあまり変更しません。 でそれに単に、例えば OpenMP のようなディレクティブを追加して、コンパイラーにヒントを与えることで、コンパイラーが GPU コードを生成できるようにしましょうというアプローチですね。で、まあ、今はこれ以外にもあの、標準言語の方の並列化機能というのが徐々に徐々に進んできて、それを使おうといった方法もあるんですけれども、まあ今日は主にこの CUDA と OpenCC の話をしたいと思います。 えーでまあ、まず、ライブラリの話なんですけれども、ライブラリ、えー、いろいろなものがありますで。ここに挙げているのはほんの一部なんですけれども、例えば、NVIDIA が提供しているライブラリとしては、えー、BLAS という密行列向けの標準的な、えー、API のスタンダードがありますけれども、えー、それに準拠した、えー、ライブラリとしていく BLAS。 出していますのでもし皆さんの技術しているコードがそのブラスを使って密行列を計算しているんでしたら空、えー、ブラスでその部分はお控えすることができます空ブ,ブラスは密行列ですけれどもまあ素行列を扱うような問題ですね、えー、例えばその素行列×ベクトルの掛け算というのは反復計算なんかでよく使われる、えー、一般的な計算なんですけれども でそのときの、えー、素行列を、えー、どう表現するかですとか、えー、計算の一般的な計算に関しての、えー、ルーチンを提供しているものとして、クースパースというのがありますし、また、えー、密行列、素行列に限らず、えー、そういった、えー、行列演算というのは、実際には保護の場合は、その何らかの AX イコール B みたいな問題を解くために使われることが多いんですけれども、そのソルバーそのものを提供する。まあえーっとラパ ですとかそれに近いライブラリだと考えてもらえばいいんですけれども、でもしその皆さんの使っているコードがラパック相当のものでしたら、すべてではないんですけども、そのラパックでよく使われる一部に関しては、クーソルバーで互換的なものが入ってますので、まあ、これを使っていただくことができます。まあ、あとは FFT、えー、あーもうこれ説明不要だと思いますけども、風流変換のためのライブラリも用意をしていますし、 モンテカルド計算なんかですと、乱数生成で時間がかかると思うんですけれども、その乱数生成のライブラリーも表示をしています。で、ここは今日はちょっと話があまり関係ないですけれども、そのディープラーニングのニューラルネットワークでよく使われるような計算を ライブラリ化したものもありますしあと計算だけに限らずそのニクルといっているようなこれ MPI 相当の機能を、まあ、GPU 間で高速に推進するための、えー、ライブラリなんですけれどもそういったものも提供しています。でまたこういったライブラリグを提供しているのは我々 NVIDIA だけではなくて我々のパートナー企業であるもしくはまあ企業に限らずいろんなところが その大学の研究機関ですとか、えーまあ、そういったところも GPU 対応のライブラリを出していますので、まあ、例えばグラフ処理なんかですと、えー、そうですね、GANROC ですとか、SweetSparse、えー、ですとか、まあ、そういったところで使えるものがあ,りあるかもしれませんし、また先ほどそのグラスとか、えー ダパックとか言いましたけども、我々が提供していないものも、例えばマグマなんかでは提供していたりしますので、でまず最初のオプションとしては、こういったライブラリー文が非常にありますので、こういうのを使っていただくのが良いかなと思います。で、今、ま、が、あ、ライブラリの話ですね。ライブ,ラ,イブラリの話はもうこれいらっしゃいません。であとは OpenCC と CUDA の話をざくっとした後に、それぞれ OpenCC と CUDA の話のもうちょっと細かい話に入ろうと思いますけども、 えー、オープン、CC えー c c 簡単に言ってしまうと、えー、何かと言いますと、まあ、例えばその、えー、ここにありますような、えー、ザックスピーと呼ばれる、えー、行列に、えーまあ、固定値をかけて、えー、それを既存の行列に、あ、行列ね、ベクトルですね、ベクトルに足し込むという操作があります。まあ、あのここに示しているとおりですね。これを、えー、オープン MP で そらく、えー、マルチコア CPU 向けに並列化したいとすると、こんな感じでディレクティブを皆さん入れるかと思うんですけれども、OpenACC、えー、はこれと非常に近い形ですね。まあ、若干追加であのディレクティブは追加してますけれども、これに近い形でディレクティブを入れる形で、でそしてそれで GPU コードが生成できる。まあ、これがイメージとしては OpenACC になります。で一方、CUDA、えー、の場合は、 えっとこれと同じことをするためには、えー、もう少しいろいろ手間暇が必要で、えー、こんな感じでそもそも計算ルーチンそのものも、えー、書き換えをする必要がありますし、えー、その呼び出し側に関しても、えー、若干いろいろ記述を追加する必要があります。 ですので、す、ま、の、あ、こんな簡単な処理の場合は、もはやあまりクーダを使うメリットというのはないんですけれども、まあ、複雑な場合ですと、えー、このカーネル自身がです、ね、計算そのもの自体が複雑な場合は、この呼び出し側ではなくて、こちら側がどちらかというとメインになるので、依然としてクーダで書いた方がいいことは非常に多いんですけれども、まあ、OpenCC とクーダの場合ですと、まあ、こういうふうに違いがありますよという話ですね。はい、でここまでが大雑 な話ですねで次に OpenACC、えー、について、えー、もう少し細かい話をしたいと思います。よろしいでしょうか。よいしょっと。OpenACC で,ですね。で、この、えー、真ん中の部分ですね。既存のコードに、えー、ディレクティブを挿入して簡単に GPU を使いましょうというアプローチの話です。よいしょっと。そして、 でまず OpenACC なんですけども、す、ま、で、あえー、に、えー、ご紹介したとおり、蓄、え、積、ーまあ、実行、もしくは OpenMP で、えー、マルチコア向けに並列化されたコードがあったとすると、でそれに OpenACC のディレクティブをコンパイラへのヒントとして追加をして、で簡単に、えー、皆さんのアプリケーションが GPU 向けで動くようになりますよというものです。 でまあ、今言ったように、まあ、キーワードは2つで、非常に、非常にという感じなんですね。まあ、OpenMP のディレクティブを入れるぐらいの簡単さで GPU 対応ができます。であとは、コンパイラーのディレクティブも OpenMP りもむしろ簡単に入れれるケースがあるので、非常にそれで高速なコードが出せますし、あと、OpenCC そのものは、これは CUDA、えー、は,は、えー、NVIDIA、えー、弊社がいろんなスペックを決めて、えー、出していますけれども OpenCC は、まあ、もちろん我々はその中の主要なプレイヤーであるという認識はありますけれどもコミュニティの中には当然そのいろいろな方々が入っているので、えー、我々だけでスペックを決めているものではありません。 ですので、えー、実際、その OpenACC で記述したコードというのは、えー、NVIDIA の GPU だけではなくて、AMD の GPU でも使えますし、 また GPU だけではなくて CPU でも使うことができて、X86 向けにマルチコア CPU のコードも生成することができますし、また CPU は ARM に限らず、あ、ごめんなさい、インテル AMD さんのような X86 に限らず、ARM 向けの CPU ですとか、またすみません、ここ書き忘れましたけれども、IBM のパワー向けのマルチコア用のコードも生成することができるという非常にオープンなものです。 で、OpenACC で、えー、じゃあ、多く GPU コンピューティング的に何か違いがあるかというと、実は大して違いはなくて、えー、ここの計算の重い部分ですね。で、これをク、えーダでやるのではなくて、ここの部分の計算を OpenACC を追加して GPU にオフロードしましょうというものです。ですから、まあ、GPU コンピューティング的には、その OpenACC だろうがクーダだろうが、うがやることはあまり変わりはないという話です。です。 でここからもう少し細かくです、ね、説明していくと、まあ、例えばここにその先ほどもお見せしたザックスピーの、えー、例がありますけれども、OpenMP の場合ですと、まあ、ここのフォーループを並列化できますよという指示を、えー、付け加えていたと思います。 でこれを OpenCC の場合も非常に似たような形で記述することができて、このループは並列化できて、あといろいろついてますけれども、まあ、これは何がついてるかというと、えー、と CPU と GPU の間では、えー、多くの場合はあのメモリを共有していません。 CPU の場合、ホスト側はホスト側のメモリ空間があって、GPU には GPU 側のデバイスのメモリ空間がありますので、その間に適切にデータを移動しなければいけません。まあ、正確に言うと移動しなければいけないことがあります。なので、OpenMP と OpenCC の違いは何かというと、あのどこの並列化を、どこを並列したいか、どのように並列化したいかという技術に関しては、 OpenMP とオープンでもうほと OpenACC でほんど違いいはないですまあ大きな違い、まあもちろんあの細かな文法的な違いはあるんですけれども、まあ大きな違いは、そのディレクティブ、プラグマとして入れるキーワードが OMP だったのが ACC になりますよと。あと、それに追加して、その CPU と GPU の間で、じゃあどのデータを計算の前に GPU に移動して、で、どのデータを 計算が終わった後に GPU から CPU に戻すかといった、そういったデータの移動を記述すると。まあ、ですから、えー、もう一回繰り返しになりますけれども、えーと、キーワード o 援 p を ACC に変えて、あと、なおかつ必要に応じてデータの移動を書いてくださいねと。で基本的には OpenACC はこれで終わりです。これで終わり。まあ、簡単に言ってます。で、えー 先ほどお見せしたのは C のコードだったんですけれども C だけではなくてフォートランでも OpenMP と同じように記述することができます。フォートランの場合ですとディレクティブの入れ方が文法が若干その C とは C++ とは違うんですけれどもそれも入れ方に関しては OpenMP の入れ方に準拠しているので基本的には OMP というキーワードが ACC に変わってという形ですね。ですので、えー、皆さんの使われているコードが、まあ、もし言語として C を使っているようが、C++ を使っているようが、フォート a n を使っているようがで、そしてそれが OpenMP に対応していれば、基本的には OpenACC にはこんな感じで比較的簡単に変更ができるということです。はい。で、OpenACC をもう少し細かく説明していきたいと思いますけれども、 大、まあ、ざっぱに説明しましたように、o p e n c c は、どこの部分を並列化するのか、したいのかという記述と、あとはまあデータの移動に関する記述があるという話をしました。で並列化領域を指定する方法としては、OpenMP 同様、パラレルというディレクティブがありまして、でこれで指定することができます。 でただ、どちらかというと、OpenCC の場合、われわれがお勧めしているのは、パラレルディレクティブではなくて、カーネルズディレクティブというものです。でどちらも、プログラムのどの部分が並列化できるかというのを指示する、指定する、ヒントを与える、コンパイラルヒントを与えるディレクティブという意味では、同じなんですけれども、えーと、微妙な違いがあります。 で微妙な違いがあって、パラレルというのは、えー、と考え方として OpenMP に近い考え方をしていて、でこれは、えー、何,何を言ってるかと言いますと、基本的にはユーザーが正しい、ユーザーがすべてを技術しなさいというのが、えー、とパラレルディレクティブ、OpenMP の場合もそうなんですけれども、の考え方で。 もしパラレルとユーザーが言ったんだったら、そのループは、この中のループはもう絶対に並列化できるんですよっていうのが、基本的にはパラレルの考え方だと思ってください。カーネルズというのは、ここは並列化できるかもしれませんよと、コンパイラーにヒントを与えているものだと思ってください。でそうすると、コンパイラーは中のソースコードを静的に解析をして、 並列化できるかどうかのチェックをして、でかなりコンサーバーに見るので、もし並列化すると危険だった場合には、いろいろなそのフィードバックをユーザーにコンパイラーするときに、まあ、ワーニングなりインフォメーションなり出してくれます。まあ、いずれにせよその、もし皆さんがここの部分はこういうふうに並列化するんだっていう明確なあの考えがあるんでしたら、 パラレルではいいと思うんですけれども、多くの場合、フォーループの中ってこんなにシンプルではないんですね。こんなシンプルではなくて、 どこかにそのイタレーション間で依存関係があったりして、あの並列化しては、そのまま並列化しては危険な場合というのがありますので、まあ、ですので、あの我々としては OpenCC の場合は、パラレルではなくて、カーネルズという方で、このキーワードで、並列化セクションを指定することをお勧めしています。 ですので、ちょっとお手元の資料だとパラレルのままになっているかもしれませんけれども、まあ、基本的には我々の推奨はカーネルズを使ってくださいと言うです。はい、で、カーネルズを指定して、えー、コンパイルをすると、いろいろコンパイラーが解析をして、えー、このループは、えー、並列化すると危険だから、その並列化しませんよと。 ですとか、いろんなことを、えー、して、行ってきます、行ってきます。なんですけども、まあ、当然そのメッセージに応じて、いや、実はここは実際には列実、えー、行できるし、えー、もしくはこの、えー、今ここ、一重ループなので関係ないんですけれども、二重ループだったり、三重ループだったりする場合は、それはもうループ優遇をしてくださいねですとか、でもしくは、まあ、a 重にループがあると、それぞれのループごとに、この、あの オープン CC の場合はいろんな並列のレベルがあるんですけれども、じゃあこのループにはこの流度の荒い並列性を適用して、で最内ループには、例えば CPU でいうと、SIMD 並列的なその並列化を適用してみて,して,して、してくださいみたいな指示をすることができます。えー、あするためのまあディレクティブがオ、えープン CC にも用意されていて、 でその場合え、それぞれのループにえ ACC ループとした後に、それぞれのループに対して、えー、どんなこう指示を追加するかというのを、まあ、追加することができます。で例えば、まあ、コンパイラーがここの部分は並列化できないと判定したとしましょう。でそのときでもえいや、ここの部分は イタ体燃召喚が独立しているので並列化して、並列実行可能ですよといったヒントを使付け加えることもできますし、反対に、並列実行はできるんだけれども、そこはあえて、並列化しないで、蓄次的に絶行してくださいねといった形で、あのシーケンシャルといったヒントを与えることもできますし、でちょっともうすでに説明しましたけれども、まあ、コラプスディレクティブというのを使うと、多重ループを 2つなり3つだった場合に、じゃあ、以下の3つ、2つ、もしくは3つのループに関しては、別々に並列化するのではなくて、融合して、それから並列化するなり、蓄積行してくださいねという指定することができます。まあ、こういう、そのループブロック、多重ループ全体を並列化しようとするだけではなくて、 それぞれのループに対して細かなヒントも追加することができます。そういったものがループクローズというものです。よいしょと。はい。で、まあ、これで大まかに、その、どうやって並列化するか、プログラム並列化するかという話に関してはおしまいで。 であとは、えー、データの移動方法ですね。でこれは OpenMP にはない概念なので、えー、若干つまつくかもしれないんですけれども、えー、基本的には CPU と GPU の間で、えー、どちら向きの移動をするか、あとは全く移動する必要はないのかといったような、そういったヒントをそれぞれの配列ごとに指定することができます。例えば、えー、この ダックスピーの例なんですけれども、これは y イコール ax プラス y ですので、このベクトル x、まあ、a はこれはスカラーなので、まあ、これは特に何も指示する必要はありません。えー、とベクトルですとか、まあ、行列、テンソルの場合は、データをどのように移動するか。 という指定が必要なんですけれども、このベクトル X を見ていただくと、これは参照しているだけですよね。参照しているだけ。リードしているだけです。ですので、この計算を行ったとしても、そのベクトルの値は変わりません。更新されません。ですので、何が必要かというと、CPU 上にもしそのとき原本があったとしたら、少なくとも GPU 上にコピーをして、 で計算が終わった後は、別にこれ、CPU に戻す必要はないですよね。で、その場合は、コピーインという方法でデータの移動を行えばよいということになります。で、この場合、で反対にその、今、これ、コピーインというのは CPU から GPU へのデータの移動で,で、コピーアウトというのが、GPU から CPU からの移動なんですけれども、 えと考え方としては、このディレクティブに関しては GPU が起点になっていると考えてもらえばいいです。ですから、GPU 視点で見てデータをイン、持ってくる必要があるのか、で計算が終わった後に GPU 側からデータをアウト、ホスト側に戻してあげる必要があるのかという考え方で、このディレクティブは名前が付けられています。でこちらの例に戻りますと、 でベクトル Y に関しては、これ、えー、プラスイコールになっているので、えーと、まず計算する前の値も必要ですしで、計算した後は値が更新されているので、えー、CPU 側に戻してあげないと、CPU 側の値とまあ不一致になってしまいます。でこの場合は、インとアウトの両方が必要です。でそういった場合は、えー、単純にまあコピーとして。 でそうすればインとアウトの両方の動作が行えます。で、この例では出てこないんですけれども、ほ、まあ、他にもクリエイトというものがありまして、でそれは何かと言いますとあの、ワーキングバッファーだと思ってください、テンポラリーバッファーだと言ってもいいです。ですので、CPU のカーネル上で一時的に値を生成して入れておいて、 でまた読んだりして使うんですけれども、それを別にまた CPU 側に戻す必要がないといったワーキングバッファーみたいなのがあるんですけれども、でそういった場合は、わざわざ CPU と GPU の間でデータの移動を行う必要はないですよねで。そういったもの、そういった配列がある場合には、その配列に関しては Create っていう指示文をつけると、余計なデータ転送をせずに実行することができます。まあ、こういった形でそのデータの 実際には移動だけではないんですけれども、そのデータをどういうふうに扱うかを扱えば効率よく実行できるかというのを指示するディレクティブが OpenCC にはこんな感じで用意がされています。はいで。で、今はその並列ディレクティブの中にどういった形でデータを転送せよと。 という形だったんですけどもあ、という指示の話だったんですけども、えっとまあ、実際にはあのもう一つその、ここのそれぞれの並列セクション、こう並列化領域ごとにあの明示的にデータの移動を書く必要は必ずしもなくて、あの実際にはこれをザクスピーというのが、えー、繰り返し繰り返し、えー、呼ばれていて。えー X を生成して、ザックスピーで Y の値を更新して、Y の値を使って何らかの計算をしてという、仮に ProduceX も ConsumeY に関しても、もうすでに OpenACC で GPU 向けにポーティングされていて、この中の生産はもうすべて GPU 上でえ行えるとします。そうすると、わざわざここで、このカーネルで毎回データの移動を行う必要はないですよね。 そうすると、この、えーまあ、ここでは3つなんですけども、3つの処理を全体的に見たときに、えー、もう y, と、えー、y に関しては、えー、実行前と、ここのセクションに入る前にコピーインして、ここのデータセクションから入った後に GPU 側からデータを回収すればよいと。で、この配列 X に関しては、この、 この区間の外側では実は全く利用されなくて、この区間の中で見てみると、ワーキングバッファーという扱いのものだったと仮にすると、この区間の中でだけ g p 上に配列があればいいよということになります。こういった形で、ちょっとすみません、繰り返しになりますけれども、それぞれの並列セクションごとだけであのデータの移動を考えるだけではなくて、そういったものを束ねたときに、その束ねた領域の中でデータはこういうふうに移動すると、 データの CPU との、GPU と GPU との間の転送量を最小化できるということを考えた上えで、どうやってプログラム全体でデータの移動を最小化するかといったことも、こんな形で最適化、記述することが OpenECC の場合はできます。で、えー、っとちょっと実際にはちょっとこ,のこの話を聞くと、データの移動って大変だなと思われたかもしれません。 れませんでただあの、実際にはオープン a c c を、えー、使われる場合には、われ我々はちょっとすみません、このスライドをちょっと入れるのを忘れてたんですけれども、ユニファイドメモリと呼んでいる、えー、ものがありますので、そのユニファイドメモリというのを使うことを基本的には我々は推奨しています。でそうすると、CPU と GPU の間のデータの移動というのを、そのランタイムが勝手にやってくれるんですね。 もし CPU にしかないデータを GPU 側がアクセスすると、CPU から GPU 側にユーザーが見えないところで自動的に移動する。GPU 側で更新した値を仮に CPU 側で読んだとすると、それをもう何らかの、まあ、ページフォルトか何かを拾って、GPU 側から CPU に転送する、ユーザーが見えないところで転送するという API、まあ AP あの仕組みがありますので、あの基本的にはそれを使うことを我々はお勧めしています。 でそうすると、えー、こういったデータの移動に関しては、OpenACC の場合でも記述する必要がなくなるので、まあ、もっと簡単に記述はできるんですけれども、ただ、おおむねそういうそのデータの移動を扱うランタイムというのは、あの必ずしも効率的ではないので、えー、どうしてもそのデータの移動も OpenACC で最小化したい、効率をく行いたいといったときには、こういった形でもあの記述ができますよということです。はい、すみません。 で、えー、話を、えー、元の方に戻すと、でまあ、こんな感じで OpenACC で GPU 向けのプログラムは記述できるんですけれども、OpenMP、まあ、と OACC ですけれども、えーっと、両方とも共存させることはできます。えー、共存って言ってるのは、いろんなレベルがあるんですけれども、既存の OpenACC ですでに並列化されたコードを GPU 化する場合、どうしたらいいかというと、あの 別に OpenMP のディレクティブを削除する必要はないです。削除する必要はなくて、ここに書いてありますように OpenACC のディレクティブを追加していただいても大丈夫ですよという意味です。ただ、この場合は、両方を OpenACC もオンにして、 オープン MP もオンにしてコンパイルすると、その場合はどんなコードが出るのか、ちょっとその動作は我々も分かりません。あの保証の限りではないんですけれども、まあ、こんな形で、えー、両方ディレクティブを入れて、片方だけ、えー、イネーブルドにしてコンパイルしても大丈夫ですよというのが、ここでいう共存という意味です。はい、で、えーまあ、こんな形で、えー ディレクティブを入れていただくと、あとはコンパイラーに OpenACC を有効にしてという指示をして、ビルドすると基本的には GPU 向けのバイナリーが生成できます。ちょっとすみません、これは多分お手元の資料が古いと思うんですけれども、で我々が提供しているコンパイラーに関して言いますと、 ハイフン ACC というオプションをつけていただくと基本的にはそれで OpenACC、えー、が Enabled 有効になります。あとは、えー、この後に OpenACC のオプションをいろいろ記述できるんですけども、まあ、あのデフォルトで GPU が選択されるのでここではイコール GPU と書いてますけれどもこれはあえて書く必要はないです。あえて書く必要はなくて基本的にはもうこれだけで えー、GPU 向けのコードが生成されます。でまあ、例えばこんな形で、えー、っとこの -minfo="acc" と書くと、えー、コンパイラーが o p e n a c c ディレクティブが追加された並列化領域なりデータ領域に対して、えー、どういう認識をして、えー、どういう条件で GPU カーネルを、えー 作成したのかといった情報が、コンパイラーメッセージとして、こんな感じで出ます。こんな感じで出るので、でもし、その OpenACC ディレクティブを入れたときに、その具体的にどこでデータの移動が行われて、でどんな感じの GPU カーネルが、どんな実行条件を想定して生成されたのか分からないと困るといったときには、こういったオプションをつけていただければ、こんな感じのメッセージが出ますので。 それで、例えばその、実は並列化したつもりだったんだけども、並列化されてないといったのも、このメッセージを準備を見れば大体分かりますで。あとは、すみません、細かい話になりますけれども、仮に GPU 向けのバイナリーを生成する場合でしたら、あの我々のコンパイラーですと、配布 GPU オプションの後に、細かなオプションを追加することで、 例えば、そのこの世代の GPU 向けのバイナリーを生成したいですとか、あの先ほどちょっとお話をしました、そのユニファイドメモリというのを使って、基本的にはデータディレクティブを書かずに済ませたいみたいな話も、ここのオプションにそれに該当するオプションを追加することで対応することができます。ででこれ GPU あのオープン CC はあのオープンなもので GPU だけではなくて CPU 向けのコードも生成できますよって言ったんですけれどもここの部分ですねここの部分に GPU ではなくて例えばマルチコアみたいな指定をすると,、えー、とオープンあマルチコア CPU 向けのコードも生成することができます。はい、で、えー こういった形で生成したコードを実際実行してみて、まあ、プロファイルかなんかで結果を見てみると、実際 GPU 上でその生成したコード,コードが GPU 上で実行されていてで、なおかつデータの移動が CPU と GPU 間で行われているというところも、まあ、プロファイリング結果を見ると簡単に確認ができます。はい、ちょっと駆け足でしたけども、まあ、こんな形で。 オープン ACC を使うと、えー、もしかしたら簡単ではないと思われた方もいるかもしれませんけれども、まあ、オープン ACC 相当、オープン MP 相当です、ね、の形で GPU 向けのポーティングを行うことができます。で、でこのオープン ACC なんですけれども、えーっと、どの分野でよく使われているかというと、 とあの、この分野です。このといっ,ったら HPC ですね。あの科学技術計算の分野ではあのクーラーよりもむしろよく使われていると思います。というのはあの一般的な特徴としてやっぱりあのコード業務数が多いというのがあるんじゃないかなと思います。あともう一つはやっぱり HPC コミュニティ、科学技術計算のコミュニティの皆さんは必ずしもそのコンピューターサイエンスという の方々というわけではなくてで、しかもプログラムを書くこと自身は、おそらくその皆さんのファーストプライオリティではないと。 で特に GPU 向けのコードを書くというのは、あの必ず、そうですね、あの全然その皆さんのファーストゴールではないと思うので、えーっと、コードの開発にかける時間はいいんだけれども、それを特定のプロセッサー向けにあの最適化したりですとか、ポーティングするというのには時間が割けないという方が多いというのは、これは日本に限らず、世界で共通する話です。ですので、まあ、そういったときに OpenCC っていうのは非常にあの強力なツールで。 ですので、まあ、科学計算の分野では OpenCC っていうのがよく使われています。で、まあ、ここいろんな分野書いてますけれども、まあ、細かくは説明しませんけれども、まあ、あとは資料の方を見ていただければと思いますけれども、えー、と、数千行ではなくて数万行、もしかしたら行動行数が10万ですとか、場合によっては100万行のような行動も、この分野ではまあまあまあ,あるんですけれども、まあ、そういった、えー、行動の場合でも、 そのオープン CC が用意のは、あの全部 GPU 化しないと動かないかというと、そんなことはなくて、この徐々に徐々に進めていけばいいんですね。でですので あの少ないコードだったら一瞬で終わりますけれども、まあ、非常に大きなアプリケーションの場合も、重要なそのところから始めて、もし必要だったらまたさらに OpenACC をディレクティブを追加して、でもし OpenACC のディレクティブが入れにくいんだったら、ちょっと修正をして追加してっていうのを、ステップバイステップで進めることができます。ですので、まあ、多くのこういったアプリケーションで OpenACC によって、 で事例は必ずしもその日本外 US ですとかヨーロッパだけではなくて、まあ、ここに出している事例はそんなに新しいものではないんですけれども日本のスパコンセンターの方々ですとか、まあ、スパコンセンターでを使っている、あのー アプリケーションでも OpenCC はじわりじわりと使われていまして、例えば日カモのような気象系ですとか、サイスム 3D のような地震シミュレーションですとか、そういった、これはアプリケーションというよりは ICCG4 という反復解放の一般的なソルバーですけれども、そういったものでも OpenCC を使って高速化の事例というのが積み重なっていますという感じです。 えとここまでが OpenECC ですね。で、次に CUDA、えー、の話に入りたいと思います。はい。で、CUDA なんですけれども、CUDA、えー、の話は、えー、プログラミングモデルの話と、でそ,れにかんそれを話した後に、えー、時間が許せば、えー、じゃあ GPU の中で実際にプログラムが グラで書いたプログラムがどうやって実行されてるんだっていう話をしたいと思います、えー。性能チップスの話は資料としては用意しましたが、おそらく時間的には話さないと思います。はい。えーっとプログラミングモデルですね。でもう GPU コンピューティングの全体像の話は説明したましたので、まあこれは飛ばすとして、まあ えー、GPU 向けのプログラムを仮に、あっ、もちろん、申し訳ない、申し訳 CPU 向けのプログラムを、えー、ディレクティブではなくて、えー、CUDA で記述すると、まあ、こんな感じで書き換えをしますよっていうのは、最初にお見せした通りです。 でどうしてこんな書き換えが必要になるかなんですけれども、まあ、これも繰り返しあの話をしてますけれども、まあ、CPU と GPU の間では、必ずしもメモリが共有されていません。基本的にはメモリ空間を分離しているので、えー、とまず CPU 側から GPU でプログラムを実行させるための基本的な流れというのは、まず CPU 側から GPU 側に、GPU で計算を行うために必要なデータを全部 送り込みます。送り込みますでそれが済んだ後に、えー、CPU 側から GPU に、えー、我々はカーネルの投入といった形を載せますけども、まあ、計算を始めてください。この、えー、ルーチンを使って、えー、計算をしなさいという指示をします。でそうすると、えー、GPU 上で演算が行われてで CPU はその終了の確認をしてで CPU は まあ必要に応じて GPU 上に記録されている結果を CPU 側に回収する、こういった流れになります。でまあ、基本的には GPU は主体的に動くデバイスではなくて CPU からの指示に従って動く、本当にアクセラレーターなのでこんな動きになるんですけれども、まあ、ですので GPU で何らかの処理をするためには事前に CPU、ホストから GPU、デバイスに我々よく H2D と言うんですけれども、ホスト2デバイスですね、へのデータ転送を行って、それから GPU 上で、GPU 上にあるデータを使って計算をして、終わった後に GPU 上にあるデバイス上にあるデータを CPU ホスト側、つまりデバイス2ホストの転送を行う、こういった流れになります。この流れを理解していただくと、なんでそのザックスピー、 GPU カーネルを、あ何らかのサブルーチンを前に、こんな処理が追加されているのかっていうのが分かるかと思うんですけれども、この2行ですね、このクーダメムコピーと言っているのは、これはどちらも、えー、ホスト2トデバイスのデータ転送を行っているので、このザックスピー、サブルーチンで必要なデータをここで送っています。で、ここでカーネルをすると、えー、GPU 上で この処理ですね。このサブルーチンが、えー、ファンクションが実行されて、で次に、えー、CPU は、えー、GPU での実行が、えー、完了したかどうかのチェックをして、最後に、えー、ホストからのデータの回収をする。まあ、基本的にはあのクータ的なアクセラレーターの使い方としてはこうな,こうなっているわけです。まあ、なので、まあこのでこ この仕組みさえ理解していただければ、なんでこんなプログラムになるかっていうのは、えー、お分かりいただけるんじゃないかなと思います。で、ただ面倒ですよね。これ書くの面倒ですよね。なので面倒なので、できるだけ我々としてもこれぐらいにしたい。 あの前後の、計算の前後のデータの移動をえ極力、傷しないで済ませたいので、そのために OpenCC のときにも説明しましたけれども、ユニファイドメモリという仕組みも我々は持っていまして、その場合は、配列ですね、ここで使う配列をユニファイドメモリの上に確保すると、この前後のデータの移動は、傷しなくてもよいと。 まあ比較的こちらと比べるとあの初期の頃のクーダーと比べると今のクーダーに関しては比較的簡単に疫決できるようになっていますがなっていますで、まあ、ただユニファイドメモリーを使ってもデータの移動は効率化して できるだけ効率に記述したいというニーズがあるので、えー、とそのための API も用意してます。ただ、これ追加しちゃうと結局、コピーしていると変わらないので、あまり見栄えは良くないんですけれども、まあ、ユニファイドメモリを仮に使ったとしても、あのデータの移動に関しては、そのプリフェッチ的なヒントは記述できますよっていうのが、このスライドで説明していることになります。はい、で次に、えー、GPU カーネルのほうですね。で あ我々は、えー、っと GPU 上で動く関数,あ関数のことをよく GPU カーネル、単にもしくはカーネルと呼ぶんですけれども、えー、CUDA を使って、えー、こういった処理を GPU 向けに、えー、変換するときには、こういった GPU カーネルを記述する必要があるんですけれども、えー、書き方としては、も、えー、ともとのサブルーチンがフォーループが何かで、えー 複数の要素を反復的に、あえー、とイタレーションを回しながら記述しているとすると、えー、CUDA の場合には、基本的にはそのこの GPU カーネルに記述するのは、1つの配列要素に対する計算内容になると考えていただければいいです。ですから、えー、これまでフォーループを回してたと思うんですけども、そのフォーループを、えー、記述する代わりに、 ある特定,の特定の要素に対して、えー、どんな計算をしますかというのだけ記述すると、えー、こういった書き方が一般的です。でその代わり、で各 GPU 上で動くスレッドはこのコードに従って実行するんですけれども、えー、フォーループを回す代わりに、 その起動されるスレッドは、自分が何番目のスレッドかっていう情報を、まあ、ここに書いた方法で知ることができます。でそうすると、何番目のスレッドかっていうのが分かれば、この CPU コードでいうと、じゃあ、イタレーションの何番目を担当するのが僕なので、ね、僕はあの自分の、自分はここを担当すればいいのねっていうのが分かるので、でそこの部分の計算だけ実行す,れする、まあ、そういったあのプログラムの記述に変わると思ってください。 一見すると、なんかややこしそうに見えるかもしれませんけれども、フォーループを回す代わりに、そのフォーループの中の各そのイタレーション番号ですね、そのイタレーション番号が、スレッド番号からゲットすることができて、そこの部分の処理だけ記述すればよいと。 ですから、見た目的には、もともと皆さんがやりたいのはフォールーブを回すことではなくて、それぞれの要素点でどんな計算をしたいかということのはずなので、むしろこちらのほうが本来の傷したい内容に近いのかもしれません。まあれによ、こういった形で GPU のコードは書くことになります。で、えっと、中にいろいろな予約変数があって、その予約変数を使って、 その自分、そのスレッドが、まあ、大量にスレッドが生成されることなんですけども、スレッド番号を取得することができるので、でそのスレッド番号に応じて、えー、処理を変えることができます。予、え、約、ー、と,としてはその、まあ、ブロック スレッドスレッドという2階層になっているんですけれども、まあ、ブロックというのがスレッドのグループだと思ってくださいで。スレッドのグループのそれぞれの中のローカルなスレッド番号を表現するのがスレッドインデックスと呼ばれるものです。でそのグループのサイズ、まあ、スレッドブロックと我々呼んでいるんですけれども、そのグループのサイズと あとは、その自分、あるスレッドが存在している、そのグループの番号というのも別途予約として取得できるので,で、これらの情報があると、全体的にグローバルで見たときに自分は何番目のスレッドかっていうのを知ることができます。で、このブロックの サイズですね正確に、まあ、ブロックの数ですねブロックの数ですとか、そのブロックの中のスレッド数というのは、プログラムの起動をするときに、えー、ここですね、我々がエクゼキューションコンフィレーションと呼んでいるもので指定することができて、変えることができます。で、えー、っと、まあ、ですので、その仮に配列要素数が、えーまあ、多いとすると、 これ逆ですね代償関係逆になってますけれども、ブロック数かけるブロックのサイズが配列の要素数より大きい状態になっていれば、えー、このプログラムは正しく動きます。で、これだけ聞いても何が何が何だか分からないという方がいると思いますけれども、まあ、仮に、こう、ベクトルの x と y というのがこんなふうにたくさん並んでいるとしてで、そうすると、配列あ、間違えました、ブレクトルの各要素線、0番目の要素に関しては、 スレッド0番が担当して、128番目の要素に関しては、スレッド128番が担当して、で256番目の要素に関しては、260番目のスレッドが計算を担当するという記述になっていると考えていただければいいです。でただし、えー、スレッドはあの、えー階層的、フラットに並んでいるわけではなくて、階層的になっていて、 で各ブロックの中に128個スレッドが仮にあるとすると、そうするとスレッドの0から127は、えー、ブロック0にいて、128番目から256番目のスレッドはブロックの1番目にいてという構造になっていて、でえー、内部的に CUDA で、えー、取得できるのはブロックの番号とその中のスレッドの番号なので、まあ、なので、えー、こんな感じで、えー、それぞれの 配列の要素に対して、えー、アクセスするる場所が決められているといとう構造になりますすみません、ちょっと説明が煩雑ですね。<laughs> 分かりにくかったかもしれません。はい。で、こんな形で、えー、プログラムは、えー、記述することができて、で、ここのそのブロック数をどうするかですとか、その1つのスレッドブロックの中の えー、スレッドの数というのはこれはあの実行時に呼び出し側で変えることができます。で1次元の場合でしたら、えー、比較的簡単なんですけれども、まあ、2次元とか3次元の配列、えー、行列だったりテンソルの場合はどうするかなんですけれどもこれも1次元的に表現することもできますし 行列は2次元なので、その2次元の点に対して、その2次元的に、そのスレッドのマッピングをすることができます。で、一応、クーダは3次元まで、スレッドなり、ブロック、スレッドブロックに番号をつけることができますので、えー、っと、例えばなんですけども、これ吹っ飛ばして、えー、よいしょと、ごめんなさい、ちょっと重いですね、なんでだろう。 こういった二次元の行列があったとして、それを横で順番にマッピングするのではなくて、その、こう、面でそのブロックを作成して、マッピングする、でそういった方があの効率が良いことがあるんですけれども、そういった形で、スレッドに番号を、ちょっとすいません、なんか、スライドの方が。 固まってるんですけどもよいしょおかしいな、まあ、ちょっとえ可能であるよっていう話をして、それ以上の話はあまりしませんけれども、えー、と一次元的に、えー、スレッドを二次元なり三次元のデータにマッピングするのではなくて、えー、とスレッドブロックの形状を二次元なり三次元的に作成をして、でそれを、えー、問題の 2次元なり3次元の問題にマッピングするといったこともクーダ a ではできます。で、4次元になってしまうと、残念ながらクーダ a でサポートしているのは3次元までなので、どこかの次元をまあ縮約してもらう必要があるんですけれども、まあ、少なくとも3次元までは問題をそのまま技術することがクーダ a ではできますよという話です。よいしょっと。はい。で、こんな感じで、えー CUDA、まあのプログラミングは記述できるんですけども、えー、じゃあそう、えー、このように記述したプログラムのコードが GPU 上でどのようにスケジューリングされて、どのように実行されるかという話をしたいと思います。でその前に、若干 GPU のアーキテクチャの概要の話をしたいと思います。でこれは最初の方にお見せした。 GPU 全体のブロックダイアグラムですね。でご存知の方も多いと思うんですけれども、まあ、ざっとせっかくなので、えーっと、GPU の中がどんなコンポーネントで成立しているかという話をしたいと思います。でまず、えー、PCI のインターフェースというのがあります。でまああの CPU と GPU、GPU は単体で動くわけではなくて、CPU からの指示で動く、ある意味スレーブデバイスなので、CPU との間のデータの移動だけではなくて、指示を受け取る必要がありますので、そのためのインターフェースと、そして PCI、u l には PCI Express ですけれども、そのインターフェースがあります。CPU から受け取って 指示を、えー、コンあ受け取って、でそれを、えー、内部の計算リソースに割り振るものとして、えー、ギガスレッドエンジンというものがありまして、えー、GPU, GPU 上に、えー、メモリが搭載されているので、えー、そのメモリに対するメモリコントローラーというのが、チップの周辺には PCI Express のほかにもついていて、でその デバイスメモリからのデータを、えー、L2 キャッシュ、これはある意味クロスバーにもなってるんですけれども、ここを経由してで、その残りのストリームマルチプロセッサーですね、ここの演算ユニットにデータが供給されると、だいたいこんな感じの構成になっていますで。ストリームマルチプロセッサーの中身を見ていくと、でこれは世代によって中身が変わるんですけれども、 K100GPU の場合ですと、ストリームマルチプロセッサーの中に、32bit のインテジャーのユニットが64個、32bit のフローティングポイントが64個、これ、数字間違ってますね。64bit のフルスロー小数点ユニットが16個じゃなくて32個です。32個入っていて、で今日はあまり説明しませんけれども、行列的ユニットが4つ入っていて、 でその他にも、えー、ロードストアユニットなり、えー、特,殊特殊計算を行う、えー、SFU ユニットなり、そんなものが入っていますで。それ以外にも、これはちょっと CPU と概念が違うんですけども、えー、レジスターが、んすみません、何か変なあ、いいです、大丈夫です。ちょっと少々お待ちください。 何か変な画面が出てるんですけど、私の画面、まあ、い,いや、はい、えー、っと、あ、すみません、えー、っと、皆さんの画面って今正常に見えてますか、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。あ、大丈夫ですか？あ、じゃあこれは私側のだけの問題ですね。じゃちょっと気にせずいきたいと思います。えー、っと、レジスターがあって、あとは、まあ共有メモリ L1 キャッシュがそれぞれのストリームマルチプロセッサー上に192キロバイトのものが搭載されてます。 でまあ、アーキテクチャ的な話は、えー、それぐらいにしておいて、ではえー、っとじゃあ、皆さんが作成したクーダのコードが、えー、GPU 上でどんな手順でどんなふうに実行されるかという話を、まあ、したいと思います。でまず、えー、CPU が GPU にグリッドというか GPU カーネルを投入します。でそれは、えー、先ほど、えー、話をさせていただいた、この GPU の上の方にあるギガスレッドエンジンというところに投入されます。で投入されると このギガスレッドエンジンは次にこのプログラムをストリームマルチプロセッサーにばらまいていくんですけれどもプログラムは複数のスレッドブロックから構成されていると考えてくださいでそのスレッドブロックこの中にスレッドが例えば64個なり 128個なり256個いるという構造になるんですけども、ギガスレッドエンジンは、このスレッドブロックをえどのストリームマルチプロセッサーにえー割り当てるのかのスケジューラーだと考えていただければいいです。ですので、アプリケーション、グリッドをえブロックに分割をして、そのブロックを えー、まだ空いているリソース的なユニークストリームマルス,ス,スプロセッサーにまあ投入をしていく。で、これがギガスレッドエンジンのお仕事になります。よいしょっと。よいしょっと。で、でで各スレッドブロックなんですけども、あの原則的にはお互いに独立に実行をします。で、ブロック間では、えー 同期は,はしません、同期は取りません。今、取る仕組があるんですけども、基本的には同期、えー、的な同期等はしな,いしないという前提になっています。で、ブロック、えー、0番、1番、2番番号がついてますけれども、実行順序の保証もないので、えー、どの番号のブロックが先に終わるかという、そういう保証もないです。で、またもう一つ特徴としては、一つのスレッドブロックが複数の、えー ストリームマルチプロセッサーにまたがって、要するに複数のストリームマルチプロセッサーを利用して実行することはないです。ですので、必ず一つのブロックはどこかのストリームマルチプロセッサーに割り当てられて、その中で実行が行われます。ただ、反対にあの、もしスレッドブロックが十分小さい場合は、ストリームマルチプロセッサー、反対に言うとストリームマルチプロセッサーのリソースを全然使い切らない場合は、 ストリームマルチプロセッサーはもっとブロックを受け入れてもいいので、一つのストリームマルチプロセッサーに複数のブロックが投入されて実行されるということはあります。こんな感じになっています。こんな感じでブロックが順次投入されていてで、ここではフルになってませんけれども、基本的にはストリームマルチプロセッサーの空きがなくなるまでブロックが投入されて、 で処理が進むと、えー、ブロックが完了するので、ストリームマルチプロセッサーに空きができますで。空きができると、もし彼が空きがなくて待機していたブロックだとすると、その空きストリームマルチプロセッサーに対してスケジューリングされるという動作になります。はい、でじゃあ次に、このストリームマルチプロセッサーに投入されたスレッドブロック。 なんですけれどもで、それがどのように実行されるかというと、この中にも、えー、ストリームマレチプロセッサーの中にもスケジューラーがいます。スケジューラーがいてで、ブロックはこう多数のスレッドからなってるんですけれども、イメージ的にはこのスレッドが常に動いてるわけではなくて、えー、スレッドが空いているリソースに、 スケジューリングをされて実行されるという動きになります。ただ、ちょっとこれ正確ではなくて、実際にはその仮にこうブロックの中に128個のスレッドがあったとすると、128個のスレッドを個別に管理しているわけではなくて、32個のスレッドの塊、で我々はワープと呼んでいるんですけれども、ワープ単位で管理をしていて、ワープ単位で え次々に空いている演算リソース、ストリームマルチプロセッサーの中のクータコアに割り当てるという動きになります。まあ、例えばこんな感じですね。でもし空いている、でもしまあ、これは今、もうすでに使い切ってますけども、空いてないと、と空きがないワープは待機状態になって、あるワープの実行がそのメモリのリードで空いたとすると、そこに割り当てて実行されるみたいなことを延々とこの中で繰り返しています。 で、えー、っとで、ワープ内の32個のスレッドは基本的には同じ命令を、えー、同時実行して、えー、実行していますで。で、ワープは、ワープ間は原則としてはお互いにやり取りをしないで実行をします。 同じスレッドブロック内のワープに関しては一応プログラミング API で動機を取ってこの間でデータの交換なりやり取りをすることができますただ同じストリームマルチプロセッサーに割り当てられた別のブロックがいたとしてもこの間ではやり取りが基本的にはできないので、まあ、そういう制限はあるんですけども、まあえー、っとスレッドブロック内のワープ間であれば 動機、えー、を取ったり、データの、えー、コピーなり移動なりをすることができます。で、ここまで聞いていただくと、まあ、上のレイヤーと下のレイヤーもどちらもなんか急に投入して、でその中にスケジューラーがいてで、そのスケジューラーがリソースの空き状態に応じて、えー、いろんな仕事を投入しているというのが、えー、お分かりいただけたんではないかと思います。で、そうすると、そのよくこう、 たまに質問を受けるんですけれども、われわれ GPU の世代を変えるごとに、GPU のチップの中のストリームマルチプロセッサーの数を変えますし、でストリームマルチプロセッサーの中の構造も、そのクーダーコアの数が増えたり減ったり、また増えたり、変えてるんですけども、実はこれ、全く問題ないというのがお分かりいただけたんじゃないかと思います。あのこういったプログラミングモデルですとか、実行形態を取っているから。えー まあですので、今後も我々、おそらくストリームマルチプロセッサーの数は変えますし、ストリームマルチプロセッサーの中の演算ユニットの数は変えるんですけれども、なぜそれが可能なのか、それやっても問題ないのかというのは、こういったそのクーダのプログラミングが API がこういうふうになっていて、こういった形でプログラムが実行されているからなんです。というのがまあお分かりいただければ、今日はいいかなと思います。はい、で最後に、性能の tips、えー、の話なんですけども、まあ、これはちょっと、えー、っとっと飛ばして、まあ、時間があるときに読んでいただければと思うんですけれども、まあ、一つだけ、えー、ここだけですね、ここだけ、よくその、えー、コアリストメモリアクセスというのは、もしかしたら聞いたことがある方はいらっしゃるかもしれないんですけども、えー、っと、30、それぞれのスレッドが、 実行する処理を傷つ、プログラムでは記述できるようになっています、GUDA の場合。なんですけれども、えーと、実行形態としては32個の連続したスレッド、我々はワープと呼んでいるものが基本的には同時にスケジューリングされて、基本的には同じ命令を実行するという説明をさせていただきました。でそうすると 当然なんですけれども、この32個の連続したスレッドはメモリへの、メモリからのデータのロードですとか、メモリへの書き込みというのも、基本的には同時にやるんですね。同時にやります。でそうすると,、えー、っと、それを考えていただくと、非常に分かりやすいと思うんですけれども、そのときに、その連続した32個のスレッドが、極力配列の連続領域を メに近い領域を同時にアクセスしていると、メモリアクセス効率が非常に良くなるんです、えー、実際、われ我々のハードウェアは、ワープから出るロードなりストアは、アドレスをチェックして、同じメモリブロックに行くアクセスでしたら、それは束ねてしまって、1つのメモリアクセスの要求に。 変換をししてて出すすようにしていますですので、もし32個のスレッドがこういったあるこう塊の中を連続的にアクセスするようなメモリアクセスですと、当然、メモリアクセスの効率、メモリアクセスとか1回で済むんですね。ですので、こういった形でメモリアクセスするというのが、GPU の場合には非常に重要です。 で128倍っト境界を超えると若干良くないんですけども、こ,これはそんなに気にする必要はない,ですなん,ないんですけども、もし、その隣のスレッドですね、32個のスレッドの中の連続する32個のスレッドの隣のスレッドがもうメモリアドレス的に点で違うところを読んでいくと、ま。あ それぞれ違う128バイト境界で見たときに、全然違うところを読んでしまうと、これ、最悪メモリに対して1個の要求ではなくて32個の要求が順番に出ることになるので、この場合は非常にあの性能が出にくくなります、低下しやすくなりますので、ですので、のこの部分だけはちょっと気をつけていただければなと思います。あとはちょっと細かい話が書いてますけど、ここは飛ばしましょう。最後に えっと、せっかくですので、えー、っと、まだ発表しただけでリリースはしてないんですけれども、えー、最新の GPU の話をちょっとだけさせていただきたいと思います。えー、っと、現在、えー、利用できる世代の GPU は、アーキテクチャ名として我々アンペアと呼んでるんですけれども、えー、っと、秋ですかね、今年の秋ぐらいに多分リリース。 数月後ですね予定通りならリリースできる予定の GPU は、ホッパーというアーキテクチャの GPU になりまして、でアーキテクチ計算向けの倍精度演算がフルサポートされる GPU は、H100 という名前の GPU で提供する予定です。でこの GPU なんですけれども、えーっとまあ、当然、A100、現行の世代の A100 よりも、 えー、高い性能を持っていまして、でまず、えー、ストリームマルチプロセッサーの数が増えます。えー、現行108個だったんですけども、えー、それが132個になります。132個になって、トータルで見ると、えー、FP32 のユニット数、えー、クーダーコア数と言ってもいいと思うんですけども、えー、これが、えー、っと1万7000ぐらいですね。 えー、SM の増分以上に増えているのは、えー、SM あたりの FP32 のユニット数を増やしたからです。なので、えーっと、演算性能は SM の数が増えた以上に、ホッパーでは増えます。で次に足回りなんですけれども、L2 キャッシュは前回が A100 が40メガバイトだったのが50メガバイトですね。 でこれはそんなに大きな違いとは感じられないかもしれませんけれども、L2 キャッシュも大きくなって、メモリは、これは SKU によって若干変わる可能性があるんですけれども、今、A100 で使っているメモリが HBM2 もしくは HBM2E なんですけれども、これが HBM の第3世代目のものですね、HBM3 になります。なので、A100 の えー、今、えー、80GB 版を使っていると、えー、ピークのメモリバンド幅がざっと2 t b ンドなんですけれども、秋に出てくる H100 の、えー、一番最上位のモデルですと、それが3 t b ンドぐらいですね、ものが出てくる予定です。あと、これは今日全然話してませんけれども、えー、っと、 そのマルチ GPU で一つのノードに複数の GPU がある場合、今、その GPU 間を NV リンクといったネットワークで直上げるようになってるんですけれども、でそれも A100 と比べるとリンク数を1.5倍にするので、ピークバンドの幅は増えます。あとは、えーっと、単につなぐだけではなくて、えー、そうですねあの、リダクション。 何か何言ってるか分かんない方がいるかもしれませんけれども、ネ、え、ッ、ー、トワーク上で、えー、演算も行えるようなテクノロジーとして、シャープというのがあるんですけれども、でそういったものも NV リンクでネッ,トクネットワークでも使えるようにするための、えー、ものが入ってきます。で、PCI の方も、えー、H100 では Gen5 がもし、 それが使える CPU が出てくれば使える予定ですので、CPU と GPU 間の帯域に関しても、今の PCI Express の Gen4 ですと32、3 2 g b ンドだったのが、単方向で3 2 g b ンドだったのが64、6 4 g b ンドになります、ピークでですね。実際それが出るかどうかちょっと出てこないと分かりませんけど、そういった GPU になります。 あとは、これ、あって説明しますけれども、ストリームマルチプロセス、実際はその今の GPU って、もうすでにそのチップ全体の中に SM が並んでるっていうのではなくて、実は中間的なあの構成がありまして、 われわれ GPC と呼んでいるんですけれども、その GPC をうまく活用するための、えー、プ,ラメプラミングモデルというのも、ホッパー世代から提供する予定です。これはちょっと後で説明します。で、えー、っとホッパー世代のストリームマルチプロセッサーなんですけれども、えー、っとテンサーコアが第4世代になってとっていうのは、多分今日の皆さんはあまり興味ないと思うんですけれども、えー とこれ先ほどちらっと説明しましたけれども、えー、内部の一般的な FP32 とか FP64 のユニットは、えー、リソースを倍にしました。なので、えー、と各ス,レスリーマルチプロセッサーのクロックあたりの性能はピークでは2倍になりますね。なので、これは、えー、結構、うん、あの演算ネックな、特に密行列演算なんか、あのえっ、ー、と、 クーブラスは使わないんだけれども、どちらかというと、密な演算をやっている方には効果があるんではないかなと思います。L1 キャッシュですとか共有メモリのサイズも192キロバイトだったものが256キロバイト、1.5倍にはならないですけれども、まあ、1.33倍ぐらいですね、になって、あとは、えー スレッドブロッククラスターというのを導入して、若干これ、クー d の API の拡張になるんですけれども、複数のストリームマルチプロセッサー間の協調処理もできるように、記述できるようにしましょうとしています。で、まあ、これは飛ばします。よいしょっと。あこうやって順番に説明する予定だったんで、失礼しました。で で検索コアのほうに関しては、このテーブルにどんなふうにスペックが変わるかを示してますので、まあ、それは後ほど確認していただければと思うんですけれども、そのプログラミング的には、そのまだその手元にあのホッパー世代の GPU がないので、試せないので、えー、話だけになってしまうんですけれども、えー、っとこれまでの GPU ですと、 プログラミング階層的にはアプリケーション全体があったら、まあ、グリッドとも呼ぶんですけどもそれをブロックに分割してブロックの中にはさらにスレッドが入ってますよというプログラミングモデルにクーダーはなっているという説明をしましたでそれぞれの階層が GPU のハードウェア階層 どういうふうにマッチしていたかというと、グリッドというのがこの GPU チップ全体で、このスレッドブロックというのがストリームマッチプロセッサーに対応して、でスレッドというのが各クーダーコア上で実行されるので、こういう対応関係にあったんですけれども、えー、とハードウェア的にはこのストリームマッチプロセッサーと GPU 全体の中に、えー、GPU クラスターと我々が呼んでいる、えー こういう構想があって、でこの中のストリームマルチプロセッサー間には、実はその、えー、と高速にデータを、えー、やり取りするためのネットワークがあ,るんです、ね、あ,っ,たあったんです。でこれはその汎用計算向けには、これまで、えー、と特にその公開してなかったんですけれども、えー、ゲームでは一部使われていたんです。 もしくは、もっと正確に言うと、そのグラフィック向けにそういった機能があって、残念ながらまだそれを、その汎用計算向けにはエクスポーズできてなかったんですけども、それをホッパー世代からえと公開とか、いわゆる汎用計算でも使えるようになりました。で、そのために、えっと、このプラミングモデル的には、 プログラム全体を呼ぶグリッドとブロックの間にクラスターという概念を追加をしてですからえっと1つの1つ以上のストリームマルチプロセッサーを使ったコードというのも今後は記述できるようになります。ああ実際にはこれは触ってみないとなかなか分からないと思うんですけれども GPU のチップが かなり大きくなってきたので、チップ全体とストリームマルチプロセッサーの間で、もう2桁ぐらいのスケールの差があるので、それを埋めるためのスケールとして、えーまあ、こういうクラスター。 プライミングモデル的にはスレッドブロッククラスター。GPU 階層的には GPC と呼ばれるものも積極的に開示をして、プログラムの方、プログラミング分か,かれる方が必要に応じて、これを使ってプログラムを最適化できるようにしましょうというのが h、h 0ホッパー世代の GPU になります。はい。こんなところですね。はい、えー。というわけで、えー あと10分ぐらい残しておいた方がいいと思いますので、これで講義、話の方は終わりたいと思います。ざ、えー、っとこんな感じの話をさせていただきました。はいというわけで、この後はあれですかね、質疑応答に入ればよろしいですかね。はい、ありがとうございました